両面宿儺。俺、建築関係の仕事やってるんだけど、先日、岩手県のとある古いお寺を解体することになったんだわ。今は利用者もいないお寺ね。で、お寺ぶっ壊してると、同僚が俺を呼ぶのね。まるまる、ちょっと来て、と。俺が行くと、同僚の足元に、黒ずんだ長い木箱が置いてたんだわ。何これ？いや、何かなと思って、本堂の奥の密閉された部屋に置いてあったんだけど、ちょっと管理してる業者さんに電話してみるわ。木箱の大きさは2メートルくらいかな。相当古いものみたいで、多分木が腐ってたんじゃないかな。表に白い紙が貼り付けられてて何か書いてあるんだわ。相当昔の字ということは分かったんだけど、梵字のようなものも見えたけど、もう紙もボロボロで何書いてるかほとんど分からない。かろうじて読み取れたのは大正年7月の時報をもって、両面宿儺を、に、風図、的なことが書いてあったんだ。木箱には釘が打ち付けられてて、開けるわけにもいかず、業者さんも、明日昔の住職に聞いてみる、と言ってたんで、その日は木箱を近くのプレハブに置いておくことにしたんだわ。で、翌日、解体作業現場に着く前に、業者から電話がかかってきて。業者。木箱ですけどね、元住職が絶対に開けるなってすごい剣幕なんですよ。なんでも自分が引き取るって言ってるので、よろしくお願いします。俺は念のため、現場に着く前に現場監督に木箱のことを電話しておこうと思い。昨日の木箱のことですけど、監督。ああ、あれ。お宅で雇ってる中国人のバイト作業員2人いるでしょう。そいつが勝手に開けおったんですわ。とにかく早く来てください。嫌な予感がした。現場へと急いだ。プレハブの周りに5、6人の人だかり。例のバイト中国人2人が放心状態でプレハブの前に座っている。監督。こいつがね、昨日の夜中、仲間と一緒に面白半分で開けおったらしいんですよ。で、問題は中身なんですけどね。ちょっと見てもらえます？単刀直入に言うと、両手をボクサーのように構えた人間のミイラらしきものが入っていた。ただ異様だったのは頭が二つ。シャムソーセージみたいな奇形児いるじゃない。多分、ああいう奇形の人か、作り物なんじゃないかと思ったんだが。これ見てね、ショック受けたんかなんか知りませんけどね。この二人、何にも喋らんのですよ。中国人二人は、俺らがいくら問いかけても放心状態でぼーっとしていた。日本語はかなり話せるのに。言い忘れてたけど、そのミイラは、頭が両側に二つくっついてて、腕が左右二本ずつ、足は通常通り二本という異様な形態だったのね。俺もネットや2ちゃんとかでいろんな奇形の写真見たことあったんで、そりゃびっくりしたけど、ああ、奇形か作り物だろうな、と思ったわけね。んで、例の中国人二人は一応病院に車で送ることになって、警察への連絡はどうしようかって話をしてた時に、元住職、過去80歳超えてる、が、息子さんが運転する車で来た。開口一番。開けたんか？開けたんかこのバカタレが。しまい。開けたらしまいじゃ。俺らはあまりの剣幕にポカーンとしてたんだけど、住職が今度は息子に怒鳴り始めた。岩手訛りがきつかったんで標準語で書くけど。お前、
両面宿儺様を、あん時、京都の何々寺に絶対送る言うたじゃろうが。送らんかったんか、このボンクラが、バカ誰が。本当、80歳過ぎのじいさんとは思えないくらいの土星だった。開けたんは誰？病院？その人らはもうダメやと思うけど、一応あんたらは払ってあげるから。俺らも正直怖かったんで、されるがままに何やらお経みたいなのを聞かされて、経典みたいなのでかなり強く背中とか肩とか叩かれた。結構長くて30分くらいやってたかな。住職は木箱を車に積み込み、別れ際にこう言った。かわいそうだけど、あんたら長生きでけんよ。その後、中国人二人のうち一人が、医者も首をかしげる心筋梗塞で病室で死亡。もう一人は精神病院に移送。解体作業員も3名謎の高熱で寝込み、俺も釘を足で踏み抜いて5針塗った。全く詳しいことはわからないが、俺が思うに、あれはやはり人間の奇形で、差別にあって恨みを残して死んでいった人なんじゃないかと思う。だってすごい形相してたからね。そのお寺の地域に昔部落の集落があったことも何か関係あるのかな？ないかもしれないけど、長生きはしたいです。俺だっておかいた覗くくらいだから、こういうことには興味津々なので、真相が知りたくて何度も住職に連絡取ったんだけど、完全に無視でした。しかし一緒に来てた息子さん、50歳過ぎで不動産経営の連絡先分かったんで、この人は割と明るくて派手めな人なんで、もしかしたら何か聞けるかも、と思い、今日の晩、飲みに行くアポを取れました。なんか分かったら、明日にでも書きますわ。両面宿儺の話。宗像教授伝奇行という漫画に出てきた覚えがある。宿儺族という、おそらく大昔に日本へ来た外国人ではないかと思われる人が、太古の日本へ文化を伝えた。それが出雲県の文化形成となり、稲葉の白うさぎの伝説も、大国主の命の国作りの話も、これをモチーフとした話だろう、と。そして大和朝廷による出雲の侵略が起こり、追われた宿儺族がたどり着いたのが今の飛騨地方だった。日本書紀によれば、飛騨に宿儺という怪物がおり、人々を殺したから兵を送って退治したという話が書かれている、と。つまり宿儺というのは大和朝廷以前の時代に日本へ文化を伝えた外来人のことで、おそらくは古代インドの製鉄を仕事とする、過去、そして日本へ製鉄を伝えたであろう人々のことではないか、と書かれていた。そして出雲のある場所で見つけた洞窟の奥にあったものが、両面宿儺の像だった、とあった。宿儺族は日本へ鏡の船できたと書かれ、鏡のように黒光りする船であったとのこと。ラマはラマで、黒炭系の木の名である、と書かれていたけど、黒ずんだ長い木箱とあったので、これももしかするとラマなのかも。とすると両面宿儺様も逃げ延びて岩手地方に来た宿儺族の末裔なのかもしれないな。と、お書いた的には合わない内容かもと思いつつ書いてみたが。すんません。直前になってなんかやっぱり直接会って話すのはとか言われたんで、元住職の息子さんに、じゃあ電話でなら話せるとこまでですけど、という条件のもとに話が聞けました。時間にして30分くらい。結構話してもらったんですけどね。なかなか話好きなおじさんでした。要点をかいつまんで書きます。息子。ごめんね。親父に念をされちゃって。本当は電話もやばいんだけど。いえ、こっちこそ無理言いまして。あれって結局何なんですか？
あれは大正時代に見せ物小屋に出されてた奇形の人間です。じゃあ、当時あの結合した状態で生きてたんですか？シャムソーセージみたいな。そうです。生まれて数年は岩手のとある部落で暮らしてたみたいだけど、生活に窮した親が人買いに売っちゃったらしくて、それで見せ物小屋に流れたみたいですね。そうですか。でもなぜあんなミイラのような状態に。正確に言えば即身仏ですけどね。即身仏ってことは自ら進んでああなったんですか？君、このこと誰かに話すでしょ？正確に言えば、話したいです。いいよ、君、正直で。まあ、私もすべて話すつもりはないけどね。あれはね、無理やりああされたんだよ。当時、今で言うとんでもないカルト教団がいてね。教団の名前は勘弁してよ。今もひっそり活動してると思うんで。聞けば誰でも、ああ、あの教団ってわかりますか？知らない知らない。極秘中の極秘。本当の邪教だからね。そうですか。この教祖がとんでもない野郎でね。下法しか使わないんだよ。下法ですか。そう。わかりやすく言えば、やってはいけないことだよね。ちょっと前に、真言立川流が、邪教だ、下法だって叩かれてたけど、あんな生優しいもんじゃない。具体的にどんな？当時の資料も何も残ってないし、偽名だし、もともと表舞台に出てきたやつでもないし、今、教団が存続しているとしても、今現在の教祖とは全くつながりないだろうし、名前言うけどさ、もののべ天国。これが教祖の名前ね。もののべ天国。偽名ですよね。そうそう、偽名。んで、この天国が例の見せ物小屋に行った時、奇形数名を大枚はたいて買ったわけよ。例のシャムソーセージっていうの？それも含めて。それで？君、孤独って知ってる？虫に毒って書いて。虫は虫三つ合わせた特殊な漢字だけど。壺に毒虫何匹か入れて、最後に生き残った虫を使う呪法のあれですか？そうそう。なんで知ってるの君。すごいね。まあ、ちょっと。それで？ああ、それでね、天国はその孤独を人間でやったんだよ。人間を密室に入れて？嘘でしょ。私も親父から聞いた話で 100% 全部信じてるわけじゃないから、もうやめる？すみません。続けてください。わかった。んで、その例の奇形たち数名でやったわけさ。教団本部のどこか知らないけど、地下の密室に押し込んで。それで、例のシャムソーセージが生き残ったわけ。閉じ込めた期間はどのくらいですか？詳しいことはわからないけど、仲間の肉を食べ、自分の糞尿を食べてさえ生き延びねばならない期間と言ったら大体想像つくよね。あんまり想像したくないですけどね。んで、どうも最初からそのシャムソーセージが生き残るように天国は細工したらしいんだ。他の奇形に刃物か何かで致命傷を負わせ、息絶え絶えの状態で放り込んだわけ。奇形といっても、アシュラ像みたいな外見だからね。その、神々しさ、禍々しさ、に、天国は惹かれたんじゃないかな。なるほど。で、生き残ったのはいいけど、天国にとっちゃ、道具に過ぎないわけだから、
すぐさま別の部屋に一人で閉じ込められて餓死だよね。そして防腐処理を施され即身仏に。この前親父の言っていた両面宿儺の完成ってわけ。両面宿儺って何ですか？神話に近いほどの大昔に両面宿儺という二つの顔、四本の手を持つ怪物がいたという伝説にちなんで例のシャムソーセージをそう呼ぶことにした。そうですか。その両面宿儺をね、天国は教団の本尊にしたわけよ。呪物としてね。他人を呪い殺せる。下手したらもっと大勢の人を呪い殺せるかもしれないとんでもない呪物を作った。と、少なくとも天国は信じてたわけ。その呪いの対象は？国家だと親父は言ってた。日本そのものですか？頭いかれてるんじゃないですか、その天国って。いかれてたんだろうね。でも呪いの効力はそれだけじゃないんだ。両面宿儺の腹の中にあるものを入れてね。何です？古代人の骨だよ。大和朝廷とかに滅ぼされた末路わぬ民、いわゆる朝廷から見た反逆者だね。逆賊。その古代人の骨の粉末を腹に入れて。そんなものどこで手に入れて？君もテレビや新聞とかで見たことあるだろう。古代の遺跡や墓が発掘された時、発掘作業する人たちがいるじゃない。当時はその辺の警備とか甘かったらしいからね。そういうとこから主に取ってきたらしいよ。にわかには信じがたい話ですよね。だろ？私もそう思ったよ。でもね、大正時代に起こった主な災害ね、これだけあるんだよ。1914年大正3年、桜島の大噴火、負傷者9600人。同年、秋田の大地震、死者94人。同年、北条炭鉱の爆発、死者687人。1916年大正5年、函館の大火。同年、東日本の大水害、死者1300人。同年、霧の炭鉱の爆発、死者361人。1922年大正11年、親知らずの雪崩で列車事故、死者130人。そして1923年大正12年9月1日、関東大震災、死者行方不明14万2800名。俺、それが何か？すべて両面宿儺が移動した地域だそうだ。そんな、教団支部ってそんな各地にあったんですか？というか、偶然でしょう。俺もバカな話だと思うよ。で、大正時代の最悪最大の災害、関東大震災の日ね。この日地震が起こる直前に天国が死んでる。死んだ？自殺と聞いたんだけどね。純粋な日本人ではなかったという噂もあるらしいが。どうやって死んだんですか？日本刀で首かっきってね。両面宿儺の前で。それで血文字で遺書があって。なんて書いてあったんですか？日本滅ぶべし。それが関東大震災が起こる直前なんですよね。そうだね。偶然ですよね。偶然だろうね。その時、両面宿儺と天国はどこに？震源に近い相模湾沿岸の近辺だったそうだ。
その後、どういう経緯で両面宿儺は岩手のあのお寺に？そればっかりは親父は話してくれなかった。あの時、住職さんになぜ京都のお寺に輸送しなかったんだ、みたいなことを言われてましたが、あれは？ああ、聞いてたの。もう30年くらい前だけどね。私も親父の後継いで坊主になる予定だったんだよ。その時に俺の怠慢というか手違いでね。その後、あの寺もずっと放置されてたし、話せることはこれくらいだね。そうですか。今、両面宿儺はどこに？それは知らない。というか、ここ数日親父と連絡がつかないんだ。あれを持って帰って以来、妙な車に後つけられたりしてたらしくてね。そうですか。でも、全部は話さないと言われたんですけど、なぜここまで詳しく教えてくれたんです？親父があの時言ったろ。かわいそうだけど、君たち長生きできないよってね。じゃあ、この辺でもう電話しないでね。ありがとうございました。以上が電話で話したかいつまんだ内容です。はっきり言って全ては信じてません。なんか気分が悪くなったので、今日は落ちますね。両面宿儺。俺、建築関係の仕事やってるんだけど、先日、岩手県の、のっけからかむかな。それが出雲県の文化形成となり、因幡の白うさぎの伝説も、大国主の御事の国づくりの話も、1914年大正3年、桜島の大噴火。負傷者9600人。同年、秋田の大地震。そして1923年、大正12年、9月1日、関東大震災。大震災。